ちょい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 ルビーニャンがですね、またまた出てきたんですけど、これ3回目かな、サスライソーに来たの。ルビーの鈴をいきなりくれたぞ。めっちゃびっくり。ずっとこの部屋にいると体がなまってくるには、そしてバトル。一応バトルしましょうか。なんかやったらルビーニャンがサスライソーになってくるんですけど、なんかめっちゃ経験値もくれるしな。一応魚介あげときましょうか。極上マグロルビーニャン。いや、この間その、だから、ルビーニャンと150回近くバトルして仲間にならなくて、どうしたもんかなと思ってたんですよね。で、もらえるアイテムも、なんか本的なもの、なんか本的なものをくれたんやけど、今、いきなりなんかもう、確実にレアなアイテムくれたよね。どないなってんすか。味方はもうレベル99のメンバーやから、もうそこで倒すと思うけど、あと一発かな、電流の杖。取り付く。あと一発、ジバニャンに。攻撃せえへんのかい。ゴルニャンのロケットパンチでジバニャンも倒しときやしたと。この後っすよね。仲間になるんすか、ルビーニャン。なんか、鈴くれましたけども。アイテムルビーだよね。仲間にならへんにゃん。そろそろ行かなきゃにゃん。楽しかったにゃん。あ、セーブするの忘れてたわ。バトルする前、バトルする前にセーブするの忘れました。でも、どうなんだろう。ちょっと待って、意味わからん。持ち物見ますと、大事なもの。これこれこれ、ルビーの鈴。ルビーでできた不思議な鈴。特殊な妖怪を呼び寄せるっていうことなんよね。これは、もしかしたら、マップのどこかに出てくるかもしれんってことよね。あらまあ、ちょっと探してみようと思いながら、ルビーニャンどこおる？ルビーニャンどこおる？どこにおんねやろ？ティラノサウルスがめっちゃ動いてる。ティラノサウルスがめちゃくちゃ動いてる。ナイトミュージアムやね。何これ、家でダーリンが待ってるってすごい絵やな。ダーリンの元絵って書いてる。だこの辺にダイヤニャンとかは出てきそうなんだけど、ルビーニャンはいないな。いました。いたで。桜第一小学校の2階ですね。この北校舎の方っちゅん、この辺北校舎の方チューン。もう奥のところにいましたね。ちっちゃ。ルビー、お前、俺様が見えるのにゃ。見えるで。ルビーの鈴を持っていると、ルビーニャンが桜大小学校に現れるということが。にゃは、こいつ面白いね。ちょうどいいね。体がなまってたにゃん。人勝負するかっていうことやけど、これ、リセマラできるんすか？ちょっとセーブしときたいね。一旦セーブするわ。サスライソーでは仲間にならんかったんやけど、これは仲間にできるんじゃね？俺様とバトルするにゃ。ルビー！オッケー。テンション上がってきてない。勝負ね。一日一回バトルなのか。なんか日記のセーブとかどこになかったよね。好物は魚介やと思うんで、あげときましょうか、先に。極上マグロ for you。敵はルビーニャンのみ。うまいにゃん。魚介で A ランクですと。好きなもんね。オッケー。もう普通にあとは倒すだけ。これは何、周回、一日何回も周回できるのかな。どうなんだろうね。ちょい強いめ。サスライソンの時よりちょい強め。レベル40ぐらいかな、ルビーニャ。仲間にした時レベルどれぐらいかも気になるけどな。ちょっと強そう。ゴルニャンのロケットパーンチ。ナマハギさんの必殺技ぶちかましていきましょうか。シャ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 。あれ、しぶと。しぶといね。情熱レッド肉球必殺技を打とうとしてるけど、そこをゴルニアが攻撃して倒すと。どんなんすかね。速攻で仲間になったりするのか。周回しないといけないのか。またアイテムルビードロップ。経験値は1000だから大したことなかったけど。いやははは、お前強いにゃ、またバトルしたいにゃ。俺様はいつでもここにいるから、気が向いたらまた来い。
ほっほー。だからサスアイスの時は、もう、ひたすらリセマラ戦とあかんかったけど、何回でもバトルできるっぽい。え？一日一回っぽいな。一日一回っぽいね。ちょっとリセマラできるかやってみましょう。タイトルに戻る。これはどうなんだろう、リセマラできるのか。どうかな、バトルできるかな。あ、できるわ。何回でもバトルできるぞ、これ。はい、デム業界。これ仲間にできるまでやってみよう、周回。20周ぐらいで仲間になるやろか。1時間ぐらい周回してみる。マックス1時間周回してみるか。あちょー。さすらい玉とか懐きやすいズキキュンとパーティーに入れるべきかな。ちょっとパーティー見直すか。強いだけじゃダメだよね。敵が懐きやすくするために、モテ系の妖怪、そして、さすらい玉で安いスチノコパンダとか、入れていくべきだな。まっちゃい。これ普通の、普通のこれはサスライソーのルビーナより明らか強いわ。多分レベル40近くちゃう。レベル50前後の気するな。2周目、どうでしょう。リセマラ2周目、仲間に乗らず。にゃーはははー、お前強いにゃー。いやでもこれで、これでもう何度でもバトルできるわ。はい。メンバーチェンジしておきましょう。控えのメンバーで、レベル45の次キュンタをセットしておく。どこでもいいけど。どうする？みんなレベル99なんだよな。この辺でいいか。とか、あと、土の子パンダさんもパーティー入れときましょう。まあ、こんな感じかな。よっしゃー、3周目行こうか。I'm ready. アイテム先にあげといてと。さすらい玉来るかな？ズキキュンタのスキルモテモテー。こっちのチームにおいでー。みたいなね。なんかあれですよね。ローランドさん曰く、落とすんじゃないと。自分は高い位置にいるから。上がっておいで、待ってるよ、みたいな、そういう感じだよね。ルビーにはどうぞ仲間になってくださいっていう下から行くというよりも、あ、早速さすらい玉、さすらい玉、ファイヤー、オッケー。もうこっちへおいで、高見へおいで、みたいなね。こっちはレベル99のメンバーだぜ、ルビーにゃん、みたいな。早くこっちの高見へおいで、みたいな。そっちのスタンスで行く。一応、極上マグラも飽きたいし、ズキキュンタも仲間におるし、どうかな、3周目。ダメか。10周ぐらいはせなあかん。12周目そろそろ仲間になってくれてもいいけどな。やっぱ20周ぐらいせなあかんかにょん。多分結局だから、妖怪枠連動しなくても、サスライソーでアイテム入手できるってことだよね。低確率かもしれないけど。12周目。いかがでしょうか。そろそろ仲間になってもいい。これやけど仲間にならねえ。なんか懐く、サスライ玉、飛んできてくれたらいいんだけどなぁ。あれ来たら結構高確率で仲間になるよなぁ。キャモン！夏き、夏き、懐いてくれたんちゃう、だいぶ。これで仲間になってくれる確率だいぶ上がったと思うけどね。さすらい玉のあの懐くやつかなりいいもんなぁ。極上マグロもあげたし、ズキキュンタもパーティー入れてるし、3つの条件が整っております。23周目ついに来るかもしれない。どうでしょう。これでこんかったらどうだろう。あと20周ぐらいは戦闘があるかな。カモン来ないね。来へんのマジ、来へんのかーい、マジかい。わお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 、来ましたわ。ようやく36周目。油断してた。倒したルビーニャン近づいてきました。あとさすらい玉ね、懐きやすいやつ来たんすわ。さすらい玉打ったらハートがビヤンビヤンって出るやつね。燃えすぎたにゃん、ちゃうわ。燃えてきたにゃん、まだ燃えとるわ。友達になってやるにゃん。テンション高いね、ルビーにゃん。赤いだけあるわ。情熱のレッド。ルビーにゃん、声低めだね。ルビーにゃん、勇ましい感じ。ようやくだぜ、ルビーにゃん。さすらい層から長い月を。さすらい層ではほんまに手こずったで。やっぱ学校だと仲間になってくるんだね。はい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 。で、1日1回バトルだけど、リセットマラソンしたら、何回でもバトルできます。にゃーはは、お前すごいにゃ、気に入ったにゃん。お前についていくにゃ、俺様がいれば、100人力だにゃん。
なるほどですね。ステータスチェック。妖怪メダルで控えのメダルチェックすると、新しいところルビーにおりますよね。レベルが最初10なんやね。で、スキルが、数珠つなぎ。隣が同じスキルだと全ステータス、ショーアップ。わずかにアップするということかな。スキルこれの妖怪初めて見たかも。数珠つなぎだって。で、他にもですね、必殺技、情熱レッド肉球で、ルビーの肉球で、一心不乱に殴りまくる。で、鋭い爪、煉獄の術。で、ルビーパワーか。結構あれだな、火属性とかそういう感じなのか。はい、ということで、以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございます。はい。だから、だいたい1時間ぐらいで35周できたんですけど、結構低確率ですよね。他の宝石にはもう、もしかしたら入手率結構低いかもしれないね。サスライソーではおそらく、ゲットできないかと思うんですけどね。ということで、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。